タイゲイ型潜水艦が就役、実戦配備される中、タイゲイ型の艦長でさえ、お手上げとの情報をキャッチしました。今回は、そんなタイゲイ型の原子力潜水艦コエの性能を詳しく見ていきますね。日本周辺には、中国海軍原子力潜水艦が、かなりの数侵入を繰り返していることをご存知でしょうか。海底では見えない。哨戒機ヘリ事故も、近年の中国潜水艦の動きから、過酷な任務に耐える訓練中でした。海上自衛隊の対潜水艦索敵能力は世界で最強です。日本は2023年度から2027年度までの5年間で、累計の防衛予算案の総額をおよそ43兆円規模にまで拡大することを、現在の岸田政権が決め、これに伴い、様々な防衛装備品の調達を推し進める方向で実施している。特に、それらの中で注力されているのは、日本政府が、スタンドオフ能力と呼ぶ各種のミサイル関連の開発と調達であり、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃することが可能な長距離打撃兵器がその代表であろう。日本は、アメリカ製の艦艇搭載用のトマホーク巡航ミサイルを、ブロック4とブロック5の2種類を各200発ずつ購入するのをはじめ、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型や、当初防衛用高速滑空弾等の開発と配備の計画を前倒ししている。こうしたトマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の調達をめぐっては、その射程距離は、前者がおよそ 1600km、後者も、同 900km から、最終的には同 1500km 以上を目指すとされている。そのため、その射程距離をもってすれば、朝鮮半島や中国の沿岸部までを攻撃範囲に収めることとなるため、単なる兵器調達の域を超えて、日本が従来抑制をしてきた敵基地攻撃能力を獲得しようとしているとの批判も一部にはある。今の日本政府は、敵基地攻撃能力という言葉自体が持つ、いかにも、自衛隊の基本理念である専守防衛と相反するように受け止められることを危惧し、それを反撃能力と言い換えることで、政治的に抑え込む姿勢を見せている。こうした長距離打撃兵器をめぐる政治を含めた動きはともかくとしても、ロシア・ウクライナ戦争を目の当たりにした上では、その重要性は、高まりこそすれ低くなるとは考えにくく、反対派の言説はいよいよ説得力をなくしつつあるように思える。それでも、現状で、日本の防衛の要となっているものは、何かと問われれば、海上自衛隊が保有、運用を行っている潜水艦隊であることは間違いなく、周囲を海で囲まれた日本で、その地位は、今後もしばらくは揺るぐことはないだろう。2024年4月の時点で、海上自衛隊の潜水艦戦力が、どのような構成となっているかといえば、実戦配備されたものが22隻、練習用のもが2隻、試験用のものが1隻の合計では25隻を保有、運用している体制だと言える。もう少し詳細な海上自衛隊の潜水艦隊の内訳を見れば、まず実戦配備されている22隻は、新しい方からタイゲイ型3隻、双竜型12隻、親潮型7隻となっており、今年2024年3月にタイゲイ型の3番艦ジンゲイが就役を迎えたばかりだ。残る練習用潜水艦には、サイコさんの親潮型の2番艦、満潮と、4番艦の巻潮が使用されており、同1番艦でネームシップであった親潮は、この2024年3月に巻潮と入れ替わる形で除籍となった。試験用潜水艦は、海上自衛隊では、従来までであれば、実戦配備中の潜水艦が、入れ替わりで、その任に当たる体制が敷かれていたが、この2024年3月には、タイゲイ型の1番艦にして、ネームシップのタイゲイが、初の専任艦とされた。このタイゲイを、専任の試験潜水艦にするという試みは、従来までのように、実戦配備中の潜水艦が入れ替わりで担当することをなくし、それらの艦艇の稼働率を高めることと、試験内容の迅速な終了を目指すものと考えられている。タイゲイは2022年3月に就役後、わずか2年で
実戦配備からは外れた形であり、最新鋭艦を試験潜水艦として専属化することは、直近の潜水艦隊の能力としては惜しい気もするが、以後のバージョンアップや新型艦の開発をスムーズに行うための布石だと見るべきなのだろう。最新鋭の大鯨型は、すでに4番艦の雷鯨が来年2025年3月に就役予定となっており、続けて5番艦が022年、6番艦が2023年に寄港済みで、それぞれ1年ごとに就役予定で、少なくとも8番艦までは建造予算が計上されている。現状2024年時点で、最古産の親潮型は、7隻が就役を継続中であるため、これをすべて置き換えるためには、同数の新造艦が必要となる計算であるため、それを考えれば、大鯨型も、10番艦まで、建造されるのではないとと個人的には思っている。そして、大鯨型の次の新型艦は、同型が、前級の、双竜型の改良、発展型であることとは異なり、全くの新型艦として企画。設計されるのではないかと目されており、コンセプト、並走ともに新機軸が反映される可能性があるだろう。現在の海上自衛隊の潜水艦隊の22隻という実戦配備数は、2011年度から打ち出された防衛計画の対抗、2022年末からは、国家防衛戦略に名称変更にのっとって実施されているもので、実現には、大鯨が就役した2022年まで11年を要した。現時点では、この潜水艦隊の22隻体制を増加させることは、国家防衛戦略では明記されてはいないが、現行の大鯨型、双竜型、親潮型を含め、これまで海上自衛隊が保有してきた攻撃型潜水艦以外の保有も検討され始めている。これは、対地攻撃及び水艦攻撃用の専用の VLS。垂直発射艦を備えた潜水艦を試験的に開発するという計画に見ることができ、その有用性と予算が確保されれば、建造の目途が立つものと思われ、ミサイルキャリアとしての新型潜水艦が登場する可能性もある。こうした可能性は、冒頭でも述べた長距離打撃兵器の選択肢の一つとして、陸上配備型のものや、艦艇搭載型と大きく異なり、その生存性が一気に向上することが見込めるため、抑止力としての保有には大きな意味を持つかもしれない。しかし、最新鋭の大鯨型であっても、現状の海上自衛隊が保有する潜水艦は、満載排水量でも4200トンを幾分か超過している規模であり、VLS 垂直発射艦を搭載するには艦体が小さすぎる嫌いは否めないだろう。また、仮に、排水量と艦体自体を大型化して、VLS 垂直発射艦を搭載することが可能となったとしても、現行の通常動力型では、移動速度を含め、機動力に乏しい艦艇となってしまう懸念もあり、今後の続報を注視していく他はなさそうだ。さて、現状の海上自衛隊の潜水艦隊の実戦配備の構成であるが、前述したように、新しい順に、大鯨型3隻、双竜型12隻、親潮型7隻の3種となっているが、それらの艦艇の機関の構成も、同様に3種類となっている。ただし、これは、艦級とイコールではなく、大鯨型3隻と、双竜型の後期型2隻、双竜型の前期型10隻、親潮型の7隻という組み合わせであり、段階を経て更新され、最新の大鯨型に行き着いたと言えるだろう。まず最古産の親潮型だが、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池と発電機という機関構成であり、これは、潜水艦が実戦に投入された最初の戦いとも言える第一次世界大戦時から続く、いわば伝統的な構成であった。続く、双竜型の10番艦までの前期型では、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池と発電機にプラスして、スターリング機関も搭載、通常動力型潜水艦としては先進的とされた非対機依存推進を実現させたものとなった。そして、最新鋭の大鯨型と、双竜型の後期型2隻では、スターリング機関を廃して、ディーゼル機関とリチウムイオン製の蓄電池と発電機という構成に変更され、数値上の最大出力や速度は若干低下したものの、連続潜航時間が伸び、
それに伴い作戦行動範囲も広がったとされている。これを実現できたのは、鉛製からリチウムイオン製へと蓄電池の仕様を変更したことによる大幅な性能向上が寄与したものだが、世界で初の量産型の通常動力型潜水艦にその実装を行った画期的な出来事だった。現在では他国の通常動力型潜水艦でも一時のトレンドであった非待機依存推進を望む傾向は減少し、韓国をはじめフランスなどでもリチウムイオン蓄電池を搭載する潜水艦が標準的な仕様になりつつあるように見える。